メクレンブルクシュトレーリッツはドイツ北部に存在した広告。中世より存在したメクレンブルク地方の東端5分の1程度の地域及びかつてのラッツェブルク市橋梁であった飛び地から構成されていた。成立当時、広告の北端はスウェーデン領ポメラニアに南端はブランデンブルク辺境百領に接していた。1918年にドイツ革命で 君主制が廃されると、その領地を引き継いで、メクレンブルクシュトレーリッツ自由州が成立した。1934年にメクレンブルクシュベリーン自由州と合併して、メクレンブルク州となったことで、メクレンブルク地方は18世紀以来の統一を果たした。現在は、ドイツイコールフォア・ポンメルン州の一部となっている。1701年。 旧メクレンブルク・ギュストロー公国が存在した地域に、新しくメクレンブルク・シュトレーリッツ公国が創設された。メクレンブルク家の冒険であるギュストロー公爵家は1695年に、最後の当主グスタフ・アドルフが死ぬと同時に断絶し、その医療は、本家筋のメクレンブルク・シュベリーン公、フリードリ・ヒビルヘルム一世が相続した。ところが、フリードリ・ヒビルヘルムのおじ、 アドルフ・フリードリヒ2世は亡くなった、ギュストロー公グスタフ・アドルフの娘マリーと結婚しており、娘婿としてギュストロー公国の相続権を主張して、老いと争うに至った。二人はギュストロー公国の後目をめぐって、長く争っていたが、1701年3月8日に、ニーダーザクセンクライスの仲裁で妥協が成立し、アドルフ・フリードリヒ2世が、ギフの両国を、 メクレンブルク・シュトレーリッツ公国として獲得することになった。アドルフ・フリードリヒは、シュトレーリッツに居所を置いたものの、本家のメクレンブルク公と同様に、メクレンブルク公とだけ称した。シュトレーリッツ公国は神聖ローマ帝国で、最も発展の立ち遅れた地域の一つであったが、公爵家の娘たちは次々に良縁を見つけてきた。 アドルフ・フリードリヒ4世の妹、シャルロッテは、イギリス王ジョージ3世の日となり、アドルフ・フリードリヒ4世の弟カール2世の娘、ルイーゼは、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム3世の日となった。広告は1808年に、ライン同盟に加盟し、ウィーン会議では、本決筋のメクレンブルク・シュベリーン広告と一緒に、 対抗国に昇格、ドイツ連邦の一員となった。メクレンブルクはそのまま1867年には北ドイツ連邦、1871年にはドイツ帝国の構成国となった。ノイ・シュトレーリッツ城1945年に破壊された1866年頃のメクレンブルク。シュベリン対抗国は桃色、シュトレリッツ対抗国は黄色で示されている。 第一次世界大戦の終結と同時に、ドイツの君主制が廃止される直前、メクレンブルク・シュトレイリッツ大公国は、憲政上の危機に見舞われた。当時の大公家には若く独身の大公、アドルフ・フリードリヒ6世、大公家の推定相続人であるカール・ミヒャエル公しか、大公位継承権者がおらず、しかもロシア生まれのカール・ミヒャエルは、ロシア軍に従軍していた。 さらにカール・ミハエルは1914年、ドイツとロシアが交戦する前に、メクレンブルク国籍を捨てて、ロシア国籍を取得していた。1918年2月23日に、アドルフ・フリードリヒ6世が自殺を遂げると、対抗家の課長は、カール・ミハエルとなったが、カール・ミハエルは敵国であるロシアにいたため即位、できなかった。そこで彼は、 シュトレーリッツの摂政を務めていたメクレンブルクシュベリーン大公フリードリヒフランツ4世に対し自身の大公位継承権を放棄したい旨を書いた手紙を送ったがこの手紙はドイツが共和制に移行した1919 19年になってようやく届いたこのためシュトレーリッツ大公国が1918年11月に消滅するまでの間 本来の対抗となるべき人物が対抗意につかず、またその即位の意思も明確にならない、宙吊りの状態が続いた。ありがとうございます。